ごきげんよう、ジャパラの皆さん、ミヤでーす。ごきげんよう、ノブでーす。今日はですね、焚き火台の7選のね、続きです。前回の動画では焚き火のシーンばっかりだったと思うんですけど、今度はね、設置と片付け、そこをやってみたいと思います。まずね、焚き火台の紹介からします。まず一番左上、こちらがカーベイビーのバーベキューコンロ焚き火台、商品提供でいただいたものですね。続いてこちらがピコグリル398ですね。大人気のやつ。次こちらがバーゴのヘキサゴンウッドソーブ、チタンバージョンですね。次こちらがショーズ D ロックになります。次こちらがブッシュクラフトブッシュボックスになります。次こちらがユニフレームのファイアースタンド2になります。こちらがユージャックの同じくメッシュ焚き火台になります。この7選の紹介になります。それではね、サイズ感の紹介していきましょうか。カーベイビー、横幅が43センチ、縦が25センチ、薄さはこのぐらいです。ちょっと重量感はね、ある感じですね。こちら重量は2キロですね。結構重たいんだよね。結構重たいです。ピコグリル398、横幅が34センチ、縦が23センチ、幅はこんな感じです。重量は 423g です。今はね、100均の網が入ってるので、ね、もうちょっと重くなってるって感じですね。ブッシュボックスですね。横幅が 16.5センチ、縦が 20.5センチ、厚さはこんな感じです。重量は約 500g になります。チタンだから軽いんだよね。次 B ロックン、横幅が約 20.5センチ、縦は約 16センチ、厚みはこんな感じです。ちょっとカーベイビーぐらいの厚さかな。ちょっと厚めですね。ピコグリルと同じぐらい。重量は約 500g なんですけれども、網も入れてるので、まあ、ちょっと重ためですね。天幕デザインの B ロック用の網を入れているので、まあ、500g よりか重くなってますね。次バーゴヘキサゴンウッドストーブ、サイズは一番長いところで測りましょうか。こちら約 16.5センチ、こちらも 16.5センチ、横幅はこんな感じです。かなり薄々で、重量も約 116g とかなり軽量です。次ユニフレームのファイアースタンド2、横幅が、これはちょっと出ちゃってるのでここで測りますと約58センチ、縦が約 9.5センチ、厚さはまあ同じぐらいだね。筒状って感じなんで。そうですね、もうほぼ円形の感じになってます。こちら重量は 490g です。次 U ジャックのファイアスタンド、横幅が約 66センチ、幅が約 11センチ、ここにするとこんな感じです。これもほとんど同じ円柱、メッシュが丸くなるのでほぼ円になります。こちら重量が 960g なので、まあ、ユニフレームのものと比べると重量は倍ぐらいになってます。重い順に並べるとこんな感じですね。ありますかね。カーベイビー、ユージャック、ビロック君、ブッシュボックス、ファイアスタンド2、飛行グリル398のバーゴ、参考になるかな。まあ2キロから 116g まで幅広くあるので参考になるといいかなと思います。はい、それではね、組み立てスピード選手権やってみたいと思います。それでは用意スタート。てんてんてけてけて、急げ急げ。ここです。違うね。まず足ですね。足広げて上に置いて、ロストルでこういうのを置いて網を広げる。はい、完成です。35秒ぐらいかな。結構早いですね。それではユージャック焚き火台、レディーゴー。急げ急げ、よし
これ結構楽しいですね。あ、ストップウォッチが。よし、今ね後ろで踊ってたんです。それよりカメラ撮れっていうね。それからちょっとねこいつの今なんですね。こんな感じで刺していきます。ギュッと。お、36秒。あれ、あれ。ちょっと時間はねかかりますね。こうね押しながらやるっていうのがね手間なんですけれども、はい。こちらで完成です。はい。46秒88。悪くないんじゃないですか。それではビューロック君、位置について用意スタート。じゃんじゃーんと。結構時間かかることは知ってるんですよ。今までの経験上、皆さんね、組み立て方間違ってもね、コメントでちげえよとか言わないでくださいね。そうですね。スピード選手権、おい、18秒経過。間違えた。よし、よし、来た。わ、当ててる。あ、違う、これ先通さんか。そうですね。ここがね、若干歪みが出てきてね、OK。で、ロストル。はい、完成です。はい、57秒。ギリ1分ですね。ブッシュボックス行ってみましょう。位置について用意、スタート。お、これは期待できるじゃないですか。早いんじゃない。もうそれ停止に用意しとかないと。これとあとここですね。ちょっと ね歪んでるやつがね。あ、でも来た。でここに設置と、こうですね。はい、完成。26秒。早いですね。はい、それではピコグリュー398、レディーゴー。ベベーと、ムーブムーブ、急ぎますよ。よし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 、こうですね。これ早いですよ、来てますよ。一旦これでいいんじゃないですか。これ正規品で言うとこうの、こうで完成。はい、23秒。早い。はい、それでは次、バーゴヘキサゴンウッド装備、チタン、レディー、ゴー。よし。ブー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 。急ぎまーす。でもカメラはちゃんとやりますよ。ありがとうございまーす。はい、完成。おお、それ。早い。11秒。おお、さすが簡単ですね。それでは行きましょうか。ユニフレームだけね、もう一回再撮影です。それではね、レディー、ゴー。足にネット、まず足、ネット、もう早い。3、4、はい、完成です。32秒。お、早い。おい、今組み立てたやつをね、ベーって並べてみましたよ。で、ちょっとね、まだサイズ感がね、いびつなんで、左から小さいのに並べてみようか。小さいのから並べてみましたよ。ヘキサゴンウッドストーブ、ビロクくん、ブッシュボックス、ピコグリル398、カベビー、ファイヤースタンド2、ユージャック、こんな感じに。かわいいな、なんかこう並ぶと。掃除がめんどくさいのはどれっていうね、やつですね。はい、こちら。こいつね、ビーロックくんね。これ部品点数がほんと多くて掃除が大変です。その次にね、結構大変なのがこのカーベイビー。部品点数が多いとやっぱ掃除って難しいよね。
掃除の仕方としては家庭用の洗剤、あれでザーッと洗います。洗剤つけてね。で日陰干しですね。これらをみんなちょっと水気を拭き取ってから日陰干し、そうするとあんまりサビはなさそうだよね。片付けやっていきましょう。はい、じゃあバーゴの方から片付けに行きます。ここはタイムトライアルしないのかいって突っ込まないでくださいね。マイペースにやらせていただきます。壊しちゃうかもしれないからね、うん、下手すると。はい、こんな感じで収納完了です。次ビーロックくん。はい、しまいます。こいつは本当に大変なんですよ。しまい方間違えると収納できないですよね。焚き火台って選ぶときのポイントとしては部品点数が多いのはね、ちょっと面倒くさいです。だからなるべくね、部品点数がないやつの方が後でね、メンテナンスしやすいですよ。こんな感じで収納完了です。シボックス、はい、しまいます。まずこいつを裏に差し込みます。まずこいつ差し込みます。こんな向き反対ですね。で、こいつがこうですね。で、取れちゃった。こんな感じ。はい、こちらで収納完了です。次はピコグリル398。はい、片付けます。これは設置も簡単だったら収納も当然簡単。ただバラして袋に入れて終わりみたいなね。終わりみたいなね。めっちゃ簡単ですよね。はい、収納完了。はい、次はカーベイビー。はい、収納します。感じですね。収納完了。はい、次はファイヤースタンド2。はい、片付けます。外して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 、でこいつをまっすぐにします。でクリクリして巻き巻き、こんな感じですね。で袋にイン。こんな感じですね。はい、欠点は出ちゃうところですね。お恥ずかしい。はい、それではユージャックのメッシュ焚き火台片付け開始。はい、開始します。こいつね、意外と硬いんですよね。ちょっと縮めると抜きやすいですけど。で丸めといてあげて、こうですね、畳むと、まあユニフレームと同じですよね。こんな感じで丸めてあげて袋にイン。ちなみにね、先日ね、ユージャックさんからユージャックのね、公式チャンネルからね、コメントがありましたね。出ましたね。本当に面白いですよね。YouTube って面白いね。うん、こちらのユージャック収納完了。そんな感じで今日は
焚き火7000の続き、組み立て片付けメンテナンス編でした。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。